前回のあらすじ。私が書いた本を持っているじゃないの。お酒に倒すぐです。そして物語は続いていく。チェックするか。メンバーを書いたじゃなかった。名簿を見させてくれ。二人。あ、待ってか。二人だ。あと二人。天安星。まあ、フリックのポジションだな。フリックのポジションは、まあ、ワンとツーの、まあ、フリックっていう、まあ、超、青い人がいたんだけど、まあ、そいつメインキャラクターで。その、引き継ぐ者は一体誰なのかっていうのは、まあ、まあ、内緒っていうことだな。いい気に仲間すっかじゃ。そうだな、その前にあれを見よう。ラブレターチェックをしよう。ラブレターチェック、さあ来い。テト君かな。少しだけ変わるのモーション。ほう、はあはあ、存続できるように頑張ってみたい。まあいいんじゃない、それは。ってなるね、先にな。ポーラが語ってるぞ。なんだ、エルン冷たい、とても厳しい。まあそりゃ難しい話だね。大事に使わせてもらってる。嗅ぐのが大変、マジでか、それは大変だな。まあいいんじゃないか、それはそれで。あ、ペコラがいる。嗅ぐ持ってるじゃん。何これ、鋼鉄壁紙、鋼鉄チンチラ、波の、よくわかんねん、障子。うん、よく来たわね。何よく、絨毯どこに置く？僕ね、よくわからない。あ、こういうことか。波、海賊、チンチラ、装飾部屋で、これ何が見れるの？置いたけど、なんか見れんのか。ああ、見れんじゃん、入れんじゃん。これ誰か、なんか見れんのか。どうなってる？お、すげえ、癒し空間だ。すげえ、なんだこれ。やべえな、怪しいな。これはちょっと怪しすぎだろ。来てますね。なかなか面白いじゃないか。俺何しに来たな。そう、思い出した。そのね、ミドルポートにいんだよ。ミドルポートじゃねえよ。あそこどこだっけ。まあ、とりあえずすり抜けの札を、まあ、本当は1個で十分なんだけど、まあ、とりあえず2つ買っておく。で、オベル王国のオベル遺跡にいます。その仲間にいる方はオベル遺跡の一番奥にいるという、超めんどくさいことをしなければならない。誰すっかな、今度はな。あ、こいつもあるか、ヒーリング多いね。よし、なんとなく気分で。懐かしいな、ここ。物語の序盤で訪れたあの遺跡、初見で挑んだ時にはここに思いっきりめっちゃ道に迷ったけどな。で、わけわかんねえし、敵が超強いしみたいな。それで俺はとてつもなく恐ろしい目に遭うのだってしまった。敵強くなってね、気のせい。なんか種類が変わってる気がするんだけど、敵の根本的な、なんかあんな色じゃなかった気がするんだけど、なんかいるんだけど。何あれ、やばい。こんな静かなところなのに、ちょっとあれだ、ああ、誰で空気おめえや、恐ろしい資格を放ってきやがった。あ、また出た、ムササビ軍団。逃げ逃げ、よっかり行く、大丈夫大丈夫、いける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 、大丈夫大丈夫、こうやって行こう。よし、オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ、いけるいけるいける、大丈夫大丈夫、ほらほらほら、俺たち生きてる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 、よし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 、行け行け行け、逃げろ。行った、本当に逃げられた、マジで。やったぜこれ。何やってんだ。ここに来れる人間もいるのか。あなた一人で来たんだよ。まあな、俺に用なのか。力を貸して、すめのごめんだ。持ってるよ。うん、持ってる持ってる。俺のためにそれを使ってみてくれ。道具っていうとこは力使うな。それ罠じゃないの。それ罠だろ。で、それで追っ払うという。
厄介払いしたっていうことか。そういうことだろ。俺そういうことですよ。でまた行かなければならないっていうね。よし、今回はちょっとあれだな、挑んでやるか。ちょっと気合い入れてくぞお前ら。ガチの戦いだからな。よし、確保できたか。行くぞ。おめえかよ。せっかく気合い入れると思ったのに。おい、あれはするね。なんか戦闘意欲をそぐ真似をさせていただいて、今日もいい天気でございます。もう食らわねえからこれでいいよ。もうでこれでさばきのね、さばきこれだ、これでこうだ。よし、先方決まった。ういぷ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 い。さあ行きましょう。へい、これ倒したら1991。まあまあ、あんま食らわねえな。魔王使った方がいいかな。それだったら来る？何来る？はっ、嘘。え、マジで？マジで？マジで？やばくね？400だよ、400だよ。やべえ、これやばすぎる。道具マジで挑んじゃいけなかった。どうにかしなきゃ。やばい、倒せよ。こいつ体力いくらあんの。やばくね、これ挑んじゃいけない敵だった確実に。バズのモンスターとソウルイートのコラボレーション的なものなんか来てくれよ。ああ大丈夫、生きてる生きてる生きてる、俺たちまで生きてる。やれるやれる、俺たちはやれる。ちょちょちょ、行くぞ行くぞ、せい、行け。テッド、チープ、俺たちならいける。地道にダメージ与えてくんだ。よし、行けるぞ、まだ大丈夫だ。決して諦めるな、自分の感覚を信じろ。回復しよう、どんどん回復してんのあいつ。めちゃくちゃ回復しすぎだろ。どんどんだよ、何の嫌がらせだっけ。回復はそろうね。おれよくやった、チープ、俺は嬉しいよ。ソウルイートくれ。こっからよ、どんだけかかんねえんだよ。物理攻撃来たらおしまいだぞ。やばい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 、使うか、必殺技使うか。よし、これを使う、永遠なる許し。行くぞ、優しさの流れ使ってるべきだった。これやばいか、もしかして大丈夫か。切り札を、罰の紋章の切り札を、いけ。さあ、いけいけいけ、いぞ。はあ、おお、なんだこれ。おお、隠した、かっけえ、天使だ。おお、やるね、かっけえな、これいけるいける、大丈夫だ。どうする、なぜだ、これだ。これでこうやりつつ頼むぞ。物理攻撃は来ない限り俺たちはいけるはずだ。どうにかなる、いけ、せい、もういいだろ、倒して、そろそろ、もうそろそろ倒してもいいだろ。ちょっと、ちょっと、次のターンでおしまいだ。次のターンで、やべやべね。クソ、黒に影がな。これ使おう、そこで使うぞ。体力回復、それ使えない。シンプル殴る、殴っとけ。いった、いった、まだ、バランスが。白い指先、うまいうまい。まあまあうまいじゃん、まあまあうまい。これいいぞ、よーし。せい、もういいだろ、もういいだろ。対照的だな、なんかソウルイーターではダメージを受けないで回復をして、こっちではダメージを受けると。兄弟みたいな紋章だな、関係ねえか。
スイあんま食らねえな。まだ倒せないのか。もういいだろ、やめようよ、やめてくれ。まだやられば嫌いか。くれくそ、こんなとこでやらなきゃいかん。倒せ倒せ、もういじれも倒すぞ、いじれも倒して罰の紋章ソウルイーター最強からもクシャッと行けよお前ら。ういさあ来い、さあ来い。まだ倒れないのかこのお方は。どんだけ攻めてんだよ。くそー、なるはちまた来なくなったぞ。冥府もう一回伏せる。どうすか、これだ、これ攻撃ねえ、食らう？あ、食らねえな。これが奴を滅ぼすきっかけとなったチープーの命を懸けた一撃だった。ソロを知ったのはこいつを倒す。いけ、いいぞ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 。テッド普通に攻撃した方が強いんじゃないか、もしかして。よし、あ微妙だな。くそー、ちょっと あとちょっとな、分かってる、あとちょっとな、分かってるさ。全攻撃いけ、たま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 、どうだろう、ロケットマンロケットマンって使わなくなってきたよな。まあそれはフランか。それいった瞬間、おいいぞクリティカル、クリティカル、ほらほらいける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 、よしお任せだ、お任せでいけいけ、さあいけやれ。俺たちはもう殴るしか残されていない。殴れ、これで大体まあ400弱のダメージか。いけ、もう倒せんじゃねこれ。回復をちゃんと怠らなければ、怠らここ激おこぷんぷん丸になれば倒せるはず。やばい、来た、うわー、チープ、あと俺たちしかも残されていない。どうする、どうする、行かなきゃ、考えておいて。お前のための装備だ、これは。行くぞ、よしやるぞ、これでこれで俺は勝つ、カツオで勝つ、勝てるぞ、勝てる、俺たちは勝てる、間違いない。俺の直感がそう告げている。さあ流れ、殴れ、よーし、回復、チープーとテッドの友情攻撃、俺たちの友情はまだここでついえるわけないか。何してくんの、無理だろこれ無理でしょ。はあ、くっそ、悔しいな、めっちゃ悔しいな。でも多分今の瞬間も無理だなと悟りを開いてしまった俺は。はあ、まあ最後まで粘っても良かったかもしれんけどな。まあということだ、絶対に倒すいるじゃねえか。おい持ってきたよ、疲れたよ、ちょっと為替あるやったよ、先行ったよ、よし分かったよ、行ってこいや。残る仲間一人だから、仲間一人ってことはな、仲間一人なんだよ、最後の一人だよ。108人目だからね、幻想水くらいの仲間というのは108人いるからな、最後の仲間だよ。誰が来るかってのはもうあれだよね、分かる人には分かるかもしれない、分からない人には分からないかもしれない。イザク、イザクと申す、ではイザクって誰だっけ、花植えてる人か、お声かけていただけるなと。一緒の分を使わせて、ああ、よくわかんねえ。いっぱいあるね。いっぱい食べたいよ。ごちそうさま。あばよ。一回寝よう。あれだ。ちょっと、英気を養う。最後の仲間を引き入れるために、まあ、ちょっと英気を養って、行くとするか。で、それどこに、まあ、どこに行けばいいかっていうと、モルド、
モルド島に行かせてもらいます。その前セーブしてもこいつか。ああ海で人見ちまった。海で人を見ちまったんだ。海でプカプカ浮いてるんだ。本当だぜ。これは見逃せない事実。でこれどうするかっていうと、まあ、この船乗るじゃん。船乗って、まあ、西の方向をうろついていると何かが出てくるのではないかというね。一応セーブしとくか。西側で俺たちは西側を目指そう。お来たか。これはもしかして気にしろ。どうするの？仲間になってくれるかと見せかけて。君は今が一番幸せなのかもしれないね。僕は同じ訓練生として君と戦っていた頃が一番幸せだったのかもしれない。過ぎてから振り返らなければ見えないものなのかもな。僕はバカだ。ごめんなさい。今までのことは許せないけどな。だけどそれでも俺たちは仲間になってくれるかい。いいのか。僕は自分の弱さを認めるしかない。分かってる。分かってたんだ。ありがとう。スノーな。ああよかったじゃねえかよ。バカ野郎。スノーどこにいんだろうな。本拠地のスノー部屋ってあったっけ。なんかありそうだけどね。上か。あいつどこにいんだ。よくわかんねえな。ここは、ああ、軍師の部屋。チャロー部屋。ちょ、待て、ちょっと見に行こう。なんか、よからぬこと企んでんじゃねえか、お前。これ、フレアがいる。いつの間にか。小綺麗ねえ。それはな、フレアさん、理由があんだよ。現実から目をそらしちゃいけないぞ。おい、やめろ。現実から目をそらすな。こっちを見ろ。ちゃんとこっちを見ろ。よし。いいぞ。わかったか。何くるくる回ってんだよ。まあ、あれだな。ちょっとあまりのちょっと超展開にもあれだな。ついていけない量だな。
修羅場だな。こう裏怪しいな。こう怪しいぞ、ここ裏とか。なんだここ。ほら、何も見えねえぞ。ベッドの下とかなんか。なんかあるだろ、ここ。この男怪しすぎんもん、何もかもが。お前が大丈夫かじゃん。お前が大丈夫かと思ったけど。メンバー誰にしよっかな。まあ、とりあえず、名簿見よっか。まあ、せっかくなんか仲間になったからな。名簿が見たい。見ろ、これ。見ろ。見ろ、これを。この、そうそうたる。全員集めて。おめでとう。おめでとうございます。転換性。転換性ってもなんか、これ。これは、まあ、結構重要人物が、ここに当てはまるみたいな。ワンとツー、で言うと、まあ、ルックみたいな。そんな感じが。で、どうすっかな。まあ、この後は、まずメンバー変えよう。じゃメンバーを変えさせていただこうと。一旦全員外すぞ。おえまたな。悪いな。まあ、とりあえずは仲間に、仲間っていうか、まあ、メンバーに入れたいのは、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとちゃんと、最初から、あれだ。誰を入れるかっていうと、どういった貴様ら、全然思いたいけど、お前めっちゃ上にいるよなこいつ。また頼りますよ俺は。文句あるか。メンバーに入れたいお方がいたんだけど、どこ行ったっけあいつ。あ、いたいた、この方で。ちょっとこの人、俺は結構そこそこに鍛えたいと俺は思ってる。で、あと一人はいないな。あれ、おかしいな。あいつどこにいんの。顔がないぞ。いた。レベル7。それで頑張る。え。まあちょっと全員ちょっと鍛えつつやっていこうじゃないかっていうことやな。で、その、まあその流れでもちょっとアイテムもちょっといろいろ集めていこうかなって。で、アイテムとか紋章とかもいろいろ、まあ鍛えつつ集めて、まあちょっと、まあ、強くして、で、まあ最初決戦というか、まあそうだね、まあそこに挑もうかなとかことを考えております。そんなわけで、何持ってるのか。ファインダウトネクストタイムセクソチャンスイヤー。